ロマノ先生、具合いかがですか？最低だ。団体の感じは？まだ前腕部がついてるような感触が消えないな。なんだ？先生の義手です。何？てっきり君は義肢専門家として医学の基本知識を持ってると買いかぶってた。生体工学の学位持ってます。じゃあ分かってるだろうが、私が外科医として専門的な能力を発揮するためにはユタアームが必要なんだ。病院の保険では筋電性義手は適用されません。私は患者の命を救おうとして病院の屋上で腕をなくしたんだぞ。高度な特殊装置を必要とする確証がないと保険が効かないんです。ふざけるな。この先にテープでコードハンガーでも貼り付けろってのか。保険会社にもう一度申請してみます。保険会社もお前も揃って大バカ野郎だ。秘書がいないんで勝手に入ったぞ。あ、お客様が見えた。だからいくら呼び出しても返事しないわけだ。私はドクターロボ。おっと、これは悪かった。あ、何なさってるの、やめて。こんなものを使えという方が無理だ。病院の障害保険で筋電性義手をカバーしてくれたらこんな無様なことはせんぞ。ロバート、自費でつけろってのか。涙なしでは語れんありがたいお話だ。勤務中に腕をもぎ取られたのに病院は知らぬ存ぜぬか。それは今ここで話すことじゃないでしょ。5万という ER の患者をこの手で治療したらどんなことになるか、私は責任を持たんぞ。事故のないように祈っててくれ。患者の目玉をくり抜くかもしれん。もし閉塞なら大きさが問題。直径が10ミリ以上なら外科を呼んだ方がいいかい。あのバカ野郎、キレ。なんで。お前は2年目のレジデントだ、医学生じゃない。こっそり電話でママに助けてもらわないと一人前に治療もできないのか。自分の足で立って自分で仕事しろ。自分の尻も満足にふけんのか。気をつけろ。どうしたの。異物を取り除いた後の大動脈食道フィステルらしいんです。内視鏡を使ったの。いえ、フォーリーで。無茶よ、そんなの。手技はうまくいったんです。飲み込んでから時間が経ちすぎたんだ。退院して10分後に起こりました。食道からの傷は緊急の大動脈修復が必要よ。腕を過信するのはやめなさい。彼らが帰る前でラッキーだった。出なきゃ助からなかったわ。3時間以上も待ったのに誰も来てくれなかった。だから帰ったんだ。ありがとう。電話ぐらい出てもいいでしょ。仕事中は聞こえんよ。これがお仕事？いやー、これは趣味だよ。建造物の模型を作ってたんだ。じゃあ今は？両目が良くないとできん仕事だ。クランホール知ってるかい？イリノイ工科大の？そう、設計者はミス・ファンデン・ローエ。有名な建築家。60年代に私は彼のパートナーだった。これ見事ね。ミスの座右の銘は建築の三原則だった。秩序、空間、調和だ。いかなる設計にも。誰か薬を管理してます？内面的論理と秩序がなくてはならない。事故を防ぐために決まった量を出すディスペンサーをセットしましょう。空間はまさに芸術の創造だ。それを単にかたどるのが建造物だよ。そして定期的に訪問看護師を派遣します。第三に調和。建造物は常に周りに取り巻く世界にさせてください。融合しなくてはならない。月曜までは愚かな真似はしないと約束してください。じゃあ月曜になればいいか。月曜にまた来ます。訪問看護師に鞍替えするのか。フィオネリさんを退院させます。僕に聞くなよ、オフなんだ。あ、はい。骨盤の超音波で卵巣嚢胞と分かったので、非ステロイド薬の投与で十分かと。腹部の CT を取ったのか。軽出炎かと思って。カルテをめくってみろ。何です。最後に全ての検査の価格表があるだろう。決算はいくらになってる。140ドルです。性化学と兼尿は350と90です。他はリンキンとクラミジアの培養は300。点滴セットと生殖1リットルは最低200。モルヒネは50。そして腹部と腰部の CT は軽く3000ドルだ。いくらの検査をした。骨盤の超音波は750なので全部で4880ドルです。はあ、子宮外妊娠を否定するには15ドルの妊娠テストと理学的診察、そしてたった2ドルのイブプロフェンを投与すれば十分ことが足りたはずだ。この無駄遣いが貧しい人たちを切り捨てることになる。
代わりに何が良かった？額に金の丸。そうか、お前は看護師だった。つまり 90% の患者を救えても 10% の患者を殺す恐れがあるって。もう無駄だ、終わった。マッサージをやめろ。たかが薬臭だ。おめでとう、アビ。プラクティスダミーを見事に殺した。次の学生用にリセットしろ。あなたの例の患者はどうなったの？子供のいる HIV の母親セリーヌ。彼女なら順調だ。 VCT センターへ連れて行ったの？いや、 ARV 治療を始めた。アンチレトロウイルス薬で？そう、 CD4 は400以上だ。どこで薬を？種を明かすとね、国の友達に頼んで処方箋を書いて送ってもらったんだ。密輸したの？違うよ、宅配便だ。治療のためだよ。この国に入る薬品は全て保健省の認可を得なきゃならないのよ。でも君のプログラムに入れてもらえる余地はないから。 AZT3TC、 それにネルフィナピール。1ヶ月に1000ドルかかるわ。1200。彼女に払える？僕が払うよ。個人で？あなたが1人に毎月払うお金で私は4人の患者を1年治療できるわ。2年かけて資金集めに奔走して輸入の認可を取ってやっとスタートしたのに、あなたはそれをぶち壊したいの？あなたの独善的な行為でプログラムはめちゃくちゃよ。どうしてそういう論理になるんだ？その場しのぎだわ。あなたがいなくなったら彼女はどうなるの？彼女が生きてる限り何千ドルの薬を送り続けるつもり？え、そうだよ、そのつもりだ。誰が病状を管理して療養生活の指導をするの？もし子供の一人が発病して彼女が自分の薬を分け与えたら全ては水の泡よ。気分戻ったらどうする？あなたの宅配業者は一人の患者を見失わないで今後中を追い続けられる？君の方こそ資金が底をついたらどうするんだ？薬の供給を続けられるという保証がない限り治療を始めてはならないの。君はできるのかい？できるわ。私は ARB セラピーの有効性を政府と世界に証明してみせる。そうしたら何百万の命を救えることに世界中が気づくわ。僕は一人を救いたい。一人じゃ足りないのよ。今日からお付き合いを願うわ。新政治家部長のドクターラーブよ。回診は1日2回、7時と4時。それぞれ自分の患者の夜間のデータと検査結果を説明するように。ここに入る前には3分かけて手と腕の殺菌をするように。手にはアクセサリーを一切つけない。もちろん爪も短くして。93年にここから2人の赤ちゃんが誘拐されました。ドアの暗証番号を教えられたら絶対に他言しないように。他のローテーションと違って NICU は厳しいので覚悟しなさい。さて、この患者は？この患者は人間ソリにされて川に突っ込んで凍っちまった。体温は 30.8 度、消極的副温を行ってる。あとのバイタルは？血圧良好 112-78、 脈拍106、動静頻脈。写真は？両側小骨骨折、第五腰椎圧迫骨折、脊椎損傷がないか MRI で確認しよう。いや、こういう腰椎圧迫骨折で脊椎を痛めるケースはまれだ。指が動かないんだ。多分凍傷だよ。足を温水につけて。深部腱反射は2プラスだ。直腸体温はほぼ正常。よし、仙骨神経は正常、直腸も機能しておもらしはない。指に感覚がないよ。施設の分布とは一致しない。指を温めて再評価。 MRI はなし。看護師と学生の二股は大変ね。寝てる時間あるの？うん、あんまりないわね。自分で変えた道だから？いえ、もともとは医学生で看護師は寄り道なの。私は国際スパイになりたかったのに夢は破れたわ。15の時妊娠して。15で？その年代ってほら、パーティーにはまって後先考えずやりたい放題。でもいざ中絶しようにもお金がなくて。彼は全然頼りにならないし、年齢制限でウェイトレスにはなれない。アイスクリームショップで徹夜で働いて貯めたわ。彼も行ったの？ライブに出てて。そっか。クリニックで一人で待ってた時、呼ばれても入れずに次に行った時は手遅れ。あの子見ると私がいたクリニックには大きなカレンダーがかかってた。可愛い子供たちの見るのが辛かったわ。あと1時間ほどで ICU に移します。もう目を開けなくなったわ。酸素の供給が不足していたので
脳がさらに損傷を受けたんでしょう。この状態では在宅看護は無理だと思います。長期の看護施設を紹介しますよ、ダリアさん。天罰ってあると思う？さあどうですか。事故は私が17の時だった。ティムランドから電話がかかってきて、パパだと思ったわ。いつもかけてきてたから。5年の時から必ずかけてきた。自分が帰った時私にいてほしくて。5歳は遅くまでレストランで働いてたから。2人の時間を。あなたとパパで。私はシャワーを浴びて部屋で待ってた。パパは濡れた髪が好きだったの。ヘルニアが腹壁の外に出てるわね。回診できる？息を深く吸って。どう？外科の先生に見てもらうけど、よくある病気だから心配ないわよ。鼠径部ヘルニア？関東してたのを鎮静剤なしで征服しました。21歳喘息、飽和度89で来院。アトロベントとアルブテロール、さらにプレドインゾンを60。酸素化は改善、でもルームエアで92。内科を呼んだ？すぐ来ます。タイガーリリー24歳、ドライマウスの訴え。退院症の病歴、血糖値は642。糖尿病の再発、糖尿病ケトアシドーシスはまだ。インシュリンを10体に生食2リットルを投与。内分泌科に相談しました。ベッドに戻って。ウイルス性胃腸炎です。先生が忙しかったので小鉢先生に。待ってください。水分は1時間に 30cc ですよ。飲みすぎると戻しますから。弁護士が入ったらセクハラで訴えられますよ。命に関わる病変があったか。なかったわ。なかったら俺が悪者ですか。問題なのはその時のあなたの行為です。俺の行為のどこが悪いんです。彼女は第4と第5腰椎に痛みを訴えてた。骨の圧痛だ。椎間筋には異常はなくて、液下に1センチのリンパ節があったんです。彼女に全く興味を持ってなかったと言える？またそんな。検査を受けたことがない女性に骨の痛みと液下リンパ節が生じたんですよ。先生だって同じことをしたはずだ。どのようにしたかが問題なのよ。規則通りに看護師を同席させましたよ。楽しんでたようだと患者は言ってます。冗談じゃない、言いがかりだ。先生はどうやって乳房検査をしました？きっと看護師を同席させずに一人でやったんだ。私は女性です。女と寝る女じゃないか。不妊心などしてません。俺だってそうだよ。あなたの造語でしょ。違いますよ、俺が学生の頃から会ったことだ。それを何度も耳にして知ってたわ。だから自分もやったと言うんですか。もし彼女がそう感じたんなら、なんでその時黙ってたの。あなたの暴力を恐れたのかもしれません。へえ、怖い黒人のドクターにベッドに押し倒されて。人種問題にすり替えないでよ。俺たち黒人にはいつも人種問題がつきまとうんだ。それを告発に逃げるつもり。逃げるなんて言ってませんよ。信用していい？もちろんよ。怖いの、治らなくて赤ん坊を二度と抱けなくなったら。難しいことだとは思うけど、努力しなきゃ治らないわ。そのためには。だから努力してるじゃない。一体私にどうしろっていうの？あの、私たちはあるレベルではみんな同じよ。葬りたい秘密が誰にでもあるの。例えばあなたはどういうこと？私のことはいいの。信用しろと言っといて自分は何も言わないわけ、ずるくない？私を信用しないの？いいわ、私は中途半端。何がよ？何でも。先に何かが立ちふさがると化学反応みたいにストップして諦める。つまり途中で放り出す口実にしたいの。最後にまた失敗して傷つくよりその方がイージーだから。男性とのこと？そう、それに仕事、家族関係、何でも。私はそうよ。家族はドクターになるあなたがさぞ自慢でしょ。ええ。私、8年前に子供を産んだの。名前はチャーリーだった。もう一人いたの？ニックに出会う前よ。ああ、チャーリーは2ヶ月になって息が止まったの。かわいそうに。救急車が来て ER に運んでくれたけど手遅れだった。その日に死んだ。原因は何？乳児突然死よ。それをなぜ言わなかったの？わからない。関係あるんじゃない？ないわ。はるか大昔の悲しい出来事だもの。ヘンリーどうかした？いえ、そうじゃなくて、あなた死亡する病院とのマッチングは承認されたの？2週間ほど前に。あなたの臨床技術ならどこででも通用する。これオフレコだけど、私たちのあなたの評価はベスト20に入ってるから、第一志望がカウンティーなら間違いなくここに決まるでしょ。そんなこと喋ってもいいの？いいえ、ダメよ。もちろんいけない。テストに落ちたの知ってるのね。
でも先週受け直したわ。これはあくまでも仮の話だけど、もしまた落ちたら、第一志望が承認されてたとしてもあなたには資格がないから、その病院はインターンが一人足りなくなる。金曜までに委員会に届ければ第一志望を変えることができるの。つまり届けたものは第二志望に回されるわけで、さらにその人が筆記試験に受からなかったら困るのはその病院で、うちは被害を受けないわ。もしそうなったら、もし強制されたら、その学生は連邦委員会に重大な違反があったと提訴するかもしれないわよ。研修プログラムが決められる内情を診療部長にこっそり教えられたって。